今から歌おうと思っている曲がですね、ブレヒトの、仲間、作曲家の仲間なんですけれど、クルト・ワイルという方がドイツにいたんですね。でその方は戦争でナチスに追われて、アメリカに亡命しました。ドイツでも大活躍されてたんですが、アメリカに渡ってからはブロードウェイでも大活躍しまして、たくさん の有名な曲を生んだんですね。で例えばスピークローとかセプテンバーソング、そういったとても有名な曲もあるんですけれども、彼が作った曲の一つに This Time Next Year、 まさに来年の今頃っていう歌がありまして、ちょうど、1年ぶりぐらいに来た私たちにぴったりなので、その曲をお送りしようと思います。くつろいでください。どうかね、お元気 で願わくばまたここでお会いしたいですね。この美しい風景も来年の今も10年後の今も100年後1000年後ずっと未来も変わらないでいてほしいです。綺麗にまとめました。じゃあですね、今まで世界のね、古今東西の名曲お送りしておりますので、ちょっと1曲オリジナル曲をねちょっと聴いていただきたいと思います。ちょっと羽織ってきちゃった。はい、じゃあ道化師の終末という曲を聴いてください。大丈夫ですよ。その後鳥の歌、うん、はい、
違ってた。あ、それか。どっちでもいい。まあでもじゃあ大久保さんのやろうか。はい。Bye.
ちょっとサジットさん今手が空いてるかどうか見てみてもらって。だいぶね日も傾いてきましたね。美しいですねやっぱり緑はね。私たちはもうライブハウスとかコンサートホールとか屋内でばかりやっているので、こんなね壮大で美しい自然の中でこんななんかこうね包まれながら演奏するなんて機会はないのでね、とてもちょっと不思議な贅沢な気持ちでやらせていただいています。さっきとても美味しいカレーもねごちそうになって、お茶カレー召し上がりましたか皆さんね。すごいですね、お茶の味そのまんまなのに、味はすぐにお茶が来なくてね、美味しいカレーの味がまず来ましたね。グルメレポーターみたいになってますけどね、後からお茶のとても豊かな風味が来て、これ静岡代表するすごいメニューになるんじゃないですかね。ね、来た回ありましたね。そうそうそう、本当にね、うん、まだ開発して間もないと思います。サジットさんのフェイスブックとかでたくさん発信なさっていてね、お茶カレーを開発したって書いてあったので、もうこれはますます行かなきゃなと思って今回頑張ってきた回が本当にありました。あ、じゃあサジットさんまだ、はい、そうしましたら私たち本当に世界のいろんな素晴らしい音楽紹介しようと思ってやってるんですけれども、次に鳥の歌、パブロ・カザルスというねチェロの素晴らしい奏者が演奏者がいらっしゃったんですけれども、彼がですね国連で平和の賞を受賞なさった時にスピーチをしたんですね。彼パブロ・カザルスさんはカタロニア、スペインのカタロニア地方のご出身なんです。彼は僕の生まれたカタロニアでは鳥でさえもピース、ピース、ピースと鳴く。ピースは平和という意味ですね。鳥でさえも平和を、平和な世の中にしようって歌うんだよ。それぐらい大事なものなんだ、平和は。そういう思いを込めて、演奏した鳥の歌という曲の後に、もう一曲続けてお送りしたいのが、ユダヤの人たちが話す言葉に、イディッシュ語という言葉があります。この言葉はヘブライ語と、中世のドイツ語が混ざったような感じの言葉なんですね。イディッシュ語、イディッシュ語で歌われている平和の歌を日本語とイディッシュ語とそしてヘブライ語、アラビア語でお送りします。まずは鳥の歌から。
Wolkige hart, koeier. Wolkige lucht in die kassen. Wolkige schwieg, scholem. Scholem, 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 scholem. Gehewa. Wolkige hart, koeier. Wolkige lucht in die kassen. Wolkige schwieg, scholem. Scholem, 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 scholem. どんな歌か。僕に力強い声あれば通りへ駆け出す。僕は平和を叫ぶ。ピース、ピース、ピース。君にも力強い声あるなら一緒に叫ぼう。手をつなぎ平和を。ピース、ピース、ピース。ラララライライライラララライライライララライ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 ララライライライララライ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 ララライ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 ララライ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 ララライライライ君の声も僕の声も重ね合わせて歌い続けよう。世界中のみんなの声一つになって響け。僕は平和を叫ぶ。ピース、ピース、ピース。君にも力強い声あるなら一緒に叫ぼう。手をつなぎ平和を。ピース、ピース、ピース。ララライ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 。ララライ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 。ララライ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 。君の声も僕の声も重ね合わせて歌い続けよう。世界中のみんなの声一つになって響け。ララライ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 ララライ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 ララライ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 ララライライライララライ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 ララライ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 La la 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 la
水色のねこの美しい自然の中で平和な歌を歌えたの本当に素晴らしい経験をありがとうございます。サジットさんも大丈夫かな、ぜひお話をね今日伺いたくておりました。音楽はまだ何曲か残ってますけど、ぜひサジットさんのお話お伺いいたしましょう。もうね、サジットさんこそね、ご活動が全部平和な世の中につながっているような方ですね。私はもうね、本当にありがたいお坊さんだと思って、いつもカレーが上手なお坊さんだと思っています。サジットさん、ありがとうございます。本日は本当にありがとうございます。寒くなってきたね。寒くなってきたのでね、ここぜひサジットさんのお話を。はい。ね、まずこの配信で初めての人にもぜひね、この素敵な場所を、知っていただきたいので、すごくベーシックな質問からいいですか？いいですよ。サジトさんはどこから どこのご出身でしょうか？スリランカです。スリランカね、紅茶とかで有名な。そうそうそう、はい、はい。なんでこの遠くの日本に来ようと思ったんですか？なんできっかけ、たまたま。たまたま。そうですね。はい。人生いろんな偶然が。あんまりそう国から出ようっていう気持ちは全くなかったんですよね。そうなんです、ね。はい。ちょっとたまたま来て、ちょっといて帰るつもりだった。ああ、なるほど。はい。最初からこういうお料理得意だったんですか？全然。あらら。そうです。はい。なんかお料理だけじゃなくて、はい、これお家のね、リフォームとか、はい、何でもやられますよね。はい、やってますね。その万能選手。こういうその何でもやるっていうそのスピリットは最初からあったの？あります。お、私もともとスリランカで、はい、国体の水泳選手で、おマラソンもやってて、自転車レースもやってて、トライアスロンもやってるんですよ。五種競技じゃなくて、そうとかっていうの。だからもう結構の、はい、オールマイティーの、はい、スポーツプレイヤーだったので、はい、だからあんまりなんかこうこれができないっていう感覚はないんですよね。なるほど、はい、万能アスリート、はい、すごい。料理も日本に来て、周りがスリランカ料理ってどういうもの、食べてみたいっていうふうに言われて、はい、あ、そっか。で、国に帰って親におばあちゃんに教えてもらって、で、来て周りのその日本でも一時自転車レースに出たんですよ、はいはい。その時にチームの仲間がスリランカ料理食べたいっていうきっかけで作ったカレーがこうなっちゃった。お, お店になっちゃった。すごいですね、はい。本で言うと第1章第2章とかいろいろ章があって、はい、今何章目でしょうか？終わってる。いやいやいやちょっと大川さんがね、僕よりサジットさんと付き合いが長いと思うんで、はい、大川さんからもちょっとね、サジットさんがこんな人だっていうツッコミちょっと僕もね、最初大川さんから、去年ね、ここで演奏するときにとてもサジットさんって面白い人がいるんで、うん、ぜひここにでやりましょうってね、うん、大川さんがセッティングしてくれたんですね、最初ね、うんうんうん。それでなんかお料理だけじゃなくて、いろいろこう社会と関わりながらお料理をこうプレゼントするというかね、はい、なんかこうただその食べるっていうと、なんか言い方が難しいですけど、食べるっていうことは自分の栄養をもらうだけじゃなくて、はい、自然からもらって、そうですよ、ね、あと周りの関わりですよね。そうですね、うん、はい。いつも自分がその料理を作る時にとか思っているのはお米、はい、作った人、途中の問屋さん、はいはい、ね、そういう家庭だったり野菜とかはこれ作った人はどんな気持ちで作ったんだろうとか、いろんな人の手をね通って、そうだから自分の料理を出し方も同じなんですよね。出し方も、はい、だってこれだけお客さん来るのにメニューもない、看板もない、値段設定もないんですよ。なんか隠れる秘密さみたいな感じで、そう。でも、はい、食べ物に心をなんていうの、数値とけば大丈夫、うん、メニューなんかいらない。すごい、はい、パワーワード出ました ね。なんか
場所を作ることへのこだわりっていうのをちょっと聞きたくて、はい、そうあのなんか、こういうなんていうんですか、居心地が良くていろんな人がやってこれて、はい、でただお食事をするだけじゃなくて、はい、まあみんなここでいろんな過ごし方をしてると思うんですけれど、はい、なんかそういうなんていうんですかね、まあ開かれた場所っていうものを一つ作った方がいいっていうサジットさんの思いっていうのはどういうものなのかなってもうちょっと詳しく聞きたいなと思って、はい、きっかけはですね、まず日本に来て、最初に朝3時半から夜8時まで働いたんです、うん、まだ日本語わからないからね、うん、工場で。それから2年間、まあ建築関係の会社で働いてて、それから14年間ある大きな総合病院で働いてて、結構何千人のこう患者さんに会うことによって人はものすごく忙しい日々を過ごしてるんだなっていうのを気づいたんですね。だけど私あの23の時に事故に遭って足が右足がないんですね、義足ですね。それで思ったのは、事故に遭って次に気づいたのは、死んでもおかしくないのに僕は生きてるんだっていう。ってことは僕らは今分かっているのは今生きてることであって、明日は分からないってことです。だったらこの分からない短い時間を、大切に生きるべきだなと思って、そのためにもう思い切って働いてて、40で会社辞めて、自分が感じることを、もちろんみんなが同じように、ね、あの仕事からこうなんていうのこう脱出できないんだけど、その代わり忙しく働いてる人に、週末がゆっくりできる場所が、あったらいいとか、あともう一個の私のお店サヘル17っていうね、1日、会員さんだいたい、100食限定でお弁当出してるんだけど、そのお弁当も、作ってる思いっていうのは、昼間食べて午後も仕事頑張ろうっていう気持ちになってたらって。だからね、よくお客さんにね言うんですよ、2週間に決まりがあって、私のカレー食べれることできるのは2週間いっぺんだけです。で1回食べたらまた2週間待たないといけない。そのぐらいみんなもうあの注文が多すぎて4年待ちね。だけどその日だけは職場がね生き生きしてるって、あよかったなと思う、このやり方っていうのはね、はい。そんなところです。ありがとうございます、はい、またね、はい、もうこの素敵な場所にあのこんなねあの賑やかな、はい、そうやかましい音楽やりに来て本当にあの大丈夫かなと思いながら、はい、とっても今日はねハッピーです、ね、本当にありがとうございます、はい、町の人のためにここでサジットの家を作り、でそれから、ここの村の人のために、それをカフェにしたんですね、うん、その結果が町の人々が来てゆっくりしてて、村の皆さんがそれを見て楽しんでくれてるから、うん、ノークレームです。どん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 音出して大丈夫。やった、はい、また来年も来ていいですか。もちろんもちろん、はい、ありがとうございます。ぜひぜひ。姉ちゃんなんか聞きたいこと。本当にサジットさん今日 ありがとうございます。私たちがね、はい、カレー食べたいから演奏もしていいですかって言って、こんなね心よくOK って言ってくださる方なかなかいらっしゃいませんけど、サジットさん他にねもう一つ聞きたいのが、たくさんね寄付をなさってるじゃないですか。この世の中でたくさん困ってらっしゃる方々たくさんいらっしゃるんですけれども、気になった方にもう見つけたらね寄付をたくさんなさってるんですね。ちょっと今ぜひ皆さんにご紹介したいご活動ありますか。今ですね、そうですね、まあその三姉妹っていうね方があって、それ終わって、でちょっとコロナでこの前大変になった時に、お店をサポートをしてることをしてたんですけど、はい、今してる活動っていうのは、だんだん毎年毎年お茶農家が大変っていうことで、お茶のカレーっていうものをお茶のカレー、はい、作ったんですね。それによって新しい可能性を広げて、もっと今まで使ってないことにお茶を使うことによってお茶の消費が増えれば、お茶農家がまた成り立つんじゃないかなっていうことを今やってます。素晴らしい。さっきね私たちもお茶のカレー頂戴しましたけど本当に美味しかったです。はい、
じゃあサジットさん、これからもどうぞあのお体もねお健やかにお気をつけて、はい、楽しい毎日をお過ごしください、はい、本当に今日こちらこそありがとうございます。いえいえいえ、はい、じゃあもう一曲ね、はい、サジットさんをはじめ皆さんにお送りする曲が2曲ありますけど、あのすぐ終わらせますけど寒いからねありがとうございます、サジットさん、じゃあ今度はですね、さっきも少しお話ししましたユダヤ系のですねフォーク音楽、まあ、フォークダンスの音楽だと思っていただければちょうどいいですね。あのクレズマという、名前なんですけど、東ヨーロッパにもともと住んでた、ユダヤの人たちのフォークダンスです。いくつかね素敵な曲がたくさんあるんでね、メドレーにしてちょっとねダイジェストでお送りしましょう。寒いし、動いてってくださいね、はい、もう皆さんご自由にね、輪になって踊ったりいろいろ輪になって、ね、ハード高いね
ました、チューバ木村仁也くん、サックス竹内理恵ちゃん、こんぶちゃん、クラリネット大熊わたる、パフォーマンス大岡淳さん、そしてチンドンボーカル小倉美和蔵、ありがとうございました。そしてサジットさん、ありがとうございました。お越しくださった皆さん、ありがとうございました。そしてね、泉色の親かましゅうございましたが、穏やかに住む皆様、お騒がせをいたしました。ではもう皆さん、寒いでしょうか、中にわらわら入っててくださいね。最後に皆さんに捧げます、生き生きと幸せに、生き生きと幸せな日々をこれからもお送りくださいという祈りを込めてお送りします。水見色の皆さんにも心を込めてお送りします。ライブリー&ハッピリお会いしましょう。